三鷹市は、岡山県の北東部に位置し、兵庫県及び鳥取県と県境を接する市である。また、県内の市の中で、最も人口が少ない。市役所の所在する、林野地区周辺の空中写真。2015年11月25日撮影の10枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地域の大半は丘陵と山林である。県境は中国山地を形成し、県内最高峰の後山がある。旧勝田町、旧大原町、旧東岩倉村は豪雪地帯となっている。市の中心である林野地区は古くから交通の要衝で、 戦国時代の頃から吉井川を往来する高瀬船による物資の輸送が活発に行われた。船着き場周辺には商人の蔵が立ち並び、やがて倉敷と呼ばれるようになった。江戸時代になると最初に津山藩主になった森氏が津山城下の商人と同程度の権限を当地の商人に与え、東美ままさかの中心と位置づけられる。森氏火後は、 江戸幕府の直轄地になって、大官所が置かれ、その後も、物資の集散地として、繁栄を続けた。明治時代に、町村制が施行。1889年に、相田郡倉敷村になり、同時に、久保屋郡倉敷村も発足し、岡山県内に二つの倉敷村が誕生した。その後、備中倉敷は、紡績工場や鉄道等が作られると、一早く、 近代化が進み、二つの倉敷の差は徐々に開いていくことになる。備中倉敷の知名度が上がるにつれ、郵便や荷物の誤廃が頻発する問題が発生。三正倉敷宛に正式住所を記載しても4分の1くらいが備中倉敷に送られてしまい、交通機関が未発達であった当時は大変な、損害を荷主に与えることが少なくなかった。そして、 1918年当時の町長が、上記の理由から、九号名の林野郷に由来する林野町に改名し、備中倉敷に倉敷の名を譲った形となった。ただし作東町吉田美正市、江美吉田として、昭和の大合併時の旧町名、江美町からの名称を関することになり、東岩倉村のうち、大技青の大技吉田は、東岩倉村の、 東を監視、東青の、東吉田となった。定数、18人金融機関銀行かつては、市域内に、参院合同銀行支店があったが、2006年に、閉鎖されている。過去の友好都市現在ベトナムダナン大学との、交流のみ小学校、中学高校高等学校廃校専門学校高速、道路一般国道県道道の駅高速バス。 一般路線バス重複自由の豪温泉友人社大、原宿本陣注釈出店。ありがとうございます。